はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、例の、なんだか、おせちじゃない、恵方巻きね、2023徹底調査。今日からまたスーパーマーケットに戻ってきて、今日はね、アピタ、ピアコ、ユーストア、見ていこうと思います。いわゆるユニテールですね。ここのチラシがね、出てたんで、それを早速見ていきましょう。よろしくお願いします。もう、深くは語りませんよ、もう。それなりにね、人なんですよ。うん。ってことでね、まあ見ていきましょう。ちなみに今何やってたかというと、4本 ?5 本ブワーッと撮って、それをブワーッと編集して、ブワーッとアップロードして、朝を迎えて今に至っております。なかなか大変なんですね、確か。ちょうどね、これ、ピアノアップタ見てたんですけど、寝起きなんでテンション上がってないですけどね。いやー、今回ね、ピアノアップタさんかなり攻めてますね。1月31日までの予約で、かなりお安くなりますよってなってるんですけど、値段価格設定がね、なかなか攻めてますね、というところですね。フラグシップは多分これですよね。ドーンと出てる、将軍黄金太巻き。かな黄金かな黄金でいいと思います。うん。っていうことなんですけど。なんとね、これがね、なかなかすごいですね。幅が9センチあるらしいです。これはね、めちゃくちゃ太いです。さっきも、今までのね、回でも言ってましたけど、基本太巻きっていうと、まあ、5センチぐらいを思い浮かべてもらったらいいと思うんですけど、これなんとね、9センチあるらしいです。これね、9センチはね、さすがにね、一発でガブっていけるのか、おふいっていうレベルですね。で、将軍をイメージした黄金色の卵で、とびつなんだ12種以上の具材を巻き込みましたってことでね。もはや、これ、もともとなんか海苔をね、売るためにどうのこうのって話だったと思うと、もはや海苔巻きですらないっていうね、もういろいろ突っ込むとこもあさりですけど、とにかく使ってるものもね、まあ、ワンサか、まあね、なんでしょう、名古屋結婚式感強いですよね。まあまあ、稲川でしたっけね、本社になるね、ところですからね、なんですけど。まあ、使ってるのも南マグロ地たたきだったり、のマグロたたきだったり、まで、マグロ、小餅、昆布、イカサーモン、煮アナゴ、エビ、カニ風味、かまぼこね、に、卵、かんぴょう、桜、おぼろ、おぼろのやつは、やっぱおぼろなのかな、で、大葉、きゅうり、錦糸、卵というふうになっております、ということで、錦糸卵。周り進んでるのが錦糸卵で焼かなくとは。ですね。で、ちなみに多分、いわゆる裏巻きっていうやり方で、海苔は入ってるのは入ってるみたいですね。多分ここに海苔見えてますもんね。ですね。多分裏巻きにはしてあるんで、別に海苔巻きじゃないわけではないと思います。で、いうことですね。で、価格は、通常2355円、2180円から、1本2000円に、最後、1月31日まで。の、予約価格で、割引になりますよということらしいです。で、どうしようかなと思ったんですけど、こういった場合ね、どうしようかなと思ったんですけど、基本的にはもう、予約して買ってもらうこと前提だっていう、風に捉えて、この、予約価格の方で今回は、価格の方を全部出していきたいと思います。ですから、アピタさんは、アピタユニーは、そう、あと、あれですね。予約の方で行きたいなっていうのがすごく見て取れますよ。こういうところからも。で、いうことですね。で、将軍黄金太巻きが2160円。相当ですね。ちなみにパッと見てると、気になったところはすごい豪華な感じなんですけど、マグロの叩きに南マグロが入ってるよっていう、まあ、どれぐらい入ってるのかな。多分、10% ぐらい入ってるのかなっていうような感じだったと思うんですけど、で、マグロはカタカナでこうやってなってるんで、マグロはだからキハダでも使うのかなっていう感じですね。まあ、さすがに、キハダとかだと思いますけどね、ここですよね、うん。カタカナでマグロの時はね、一応、いわゆる、類事業でしたっけ代替業っていうね、やつがあって、それを使ってるケースもあるっていうね、報告が来てるんですけど、まあ、さすがにアピタさんなんで、何でしたっけ万代とかね、あなたに言ってることはないと思います。さすがにね、だったら万代で書くと思うんでね。でも昔、ちょっと前のね、お寿司屋さんとかで出てた、マグロは万代っていうね、マンボウの、
仲間なんですけど、オンデートを使うと結構甘みでね、代替魚として使われるケースとかあったらしいですけど、今大手さんでマンダイを代替魚に使ってるところ聞いたこと聞いてないしね、大体基本キハダとかアナダイ使ってるよみたいに聞きますよね。で、いうのがありますよと。で、次は、これですね、海鮮巻きセットって言って、細巻き、中巻きサイズかな、中巻きサイズのやつで、何本 ?6 本入った6本セットですね。いわゆるアソートみたいな感じですね、ケーキでいう。これをやっぱ、これ持ってくる。まあ、ファミリー向けにはこれがちょうどいいんじゃないのって感じの訴求でしょうね。で、全部合わせて1836円税抜きで1700円ということですね。アピタンって。あ、こいつの名前、アピタンっていう名前だったの?あ、そうなんだ。知らなかった。アピタンの海鮮巻きセットっていうになってるらしいですよ。ということでございます。で、こっからもね、なかなか今回、ド派手なんか多いですね。うん。次は南マグロ入りたたきの、海鮮上恵方巻きってことで、かなり、南マグロ入りたたきに、マグロイカとか入ってる、南マグロ入りたたきを中心に海鮮具材を巻き込んだ恵方巻きってことで、相当、これが南マグロ入りのたたきなので、マグロイカ、サーモン、エビ、小麦昆布、シシャモ、卵、味付けシシャモ卵、シシャモの卵なんですね。で、卵大巻きキュウリっていう風になって1400円ってことなんですけど、これね、ちょっとね、注目したいのは大きさですよね。こっちがね、大きさがエゴくて、他に何やったら、桜のボールとか、あ、そらがいいよ、あれか、入れてないのか、なんていうことなんですけど、品目を削って、まあ、マグロとかそのあたりで、楽しめるようにっていう感じですね。で、作ってあるっていう感じですね。で、大きさがね、こっちがね、9センチ、幅9センチ、で、高さ 7.5 センチってことで、これが言いたかったんですよ。コンビニのところで、コンビニは基本直径 4.5 センチとか、ですからこれ、セブンイレブンの倍の横幅だよ。それはエグいね。うん。っていうことでございます。というか、2つ並ぶんや、セブンイレブンやったら、ファミマとかローソンだとね、さすがにはみ出ますけど、っていうことになってくると。で、高さは 7.5 センチっていうふうに、こういうふうにしてね、横幅がちょっと大きくなる。これがね、基本的に素巻きのやり方のね、やつだと恒例になってくるんで、もしくは、セントラルで作ってる感じかもしれませんけど、これなんか多分セントラルで作る感じだと思いますけど、そうすると多分セントラルの機械がもう元々ちょっとやはり、横幅が大きくなるようにスーパーは作るんでしょうね。うん。なんか流通の兼ね合いとかもあるかもしれませんね。っていうのがあります。こういうのがあります。傾向として。で、こっちは9センチ。しかも長さが18センチってことでね。あっちの方が13センチか14センチとかでね、収まっておったってことを考えると。セブンイレブンは10、セブンイレブンは10、長さ、13でしたっけ ?12.5? ん ?13 ですよね。そう。ですから、5センチ分で長いですから、コンビニの、1.3 倍ぐらいあるのかな。結構大きいですよね。ですから、長いんでね、スーパーですわ。そこのところもね、しっかりと紅葉に入れていきましょうということでございますね。で、こっちの方も、幅が 5.5 センチで高さ 4.5 センチということなんで、まあ、だいたい5センチ、丸ぐらいの、あれにね、計算になってきますよね。で、長さが18センチということで、まあ、基本的にこの、ちょっと横の、小判型って言ったり、大判型って言ったりとか、みたいな感じの、の太巻きを想像してもらったらいいのかなと思いますね。で、これが上辺方の適用で、さあ、1400円、1512円と、かなり値段もね、高め設定で、サーモンと車エビ入り海鮮サラダ巻きは、1080円、ちょっとリーズナブルな感じになりますけど、これでいうと、サーモン、車エビ、でも車エビちゃんと使ってますね、入った、海鮮サラダ巻きということで。で、味付けしたも卵に、リーフが入っておって、卵が強いと。うん。エビサーモンね、のやつを楽しみたい。まあ、若い方だと優しいね。こういった感じのところがね、味、ね、この味になってくると思いますんで、そういったところを先なのかなというところですね。で、クラシックなやつも用意してますけど、八福恵方巻きなんですね。七福じゃないですね。八種類の具材を巻き込んだ縁起を担いだ太巻き寿司くらいね、一つ多くするっていうね、ことらしいです。で、かんぴょう、しいたけ、長原のおひたし、これが珍しいのかな。
で、エビにアナゴ、桜、おぼろに、卵、きゅうりというふうに書いてますよ、ということでございますね。カムテとかしっかりと入ったんですという感じでね、もうクラシックな本巻きですけど、エビとかもね、入ってるんでね、そのプリプリ感を楽しめるということなんで、ちょっとそういうあたりも面白そうかなと思って、まあ、そういうのちょっとお値段取ってますね。756円、税抜き700円というところになってるということなんですけど、ここは何でしょう、フラグシップはこいつなのかね、一番の。なんでしょうね。これはね、フラグシップには持ってきてないと思います。すごい、ご予約限定、豪快表巻きっていうのまで用意しとってる。すごいです。これがね、えぐい。知る人ぞ知る、アナゴ専門店、本橋かな、日本橋の方ですね、多分。玉井監修。日本橋にね、そんな、アナゴの名店だったらね、おいおいってなりますからね、俺も知らんわって、大阪の方ですね、日本橋が。で、東京は日本橋、多分日本橋でしょうね。うん。百貨店とかね、そういうような、あるいうところですよね。日本橋、玉井監修の炙り合わなくは、もう、ドーンとアナゴ乗っ取って、だから、乗り様子どこ行ったって感じになってますけど、アナゴがドーンと乗っ取って、卵焼き、焦がした卵焼きに、飛び卵に椎茸、かんぴょう、きんぴらこぴょう、桜おぼろのきゅうりっていう、中の方は、至ってクラシックな、具材になってるんですけど、何してこんだけドーンとね、アナゴ乗ってますんでね、2355円と。わおっていう手なんですけど、さらか、こういう見たし見てね。まあ、こっちも裏巻きですね。ということですね。で、こっちも、こっちがね、もうね、究極にバカですね。なんだこれは。本マグロ9トロを上に盛り付け、中には南マグロ、赤身をたっぷり使用っていうね。いやー、バカですね。これはすいません。もうね、言わせてください。バカだ。豪華マグロ贅沢と、こういうね、普段ね、地道になものをね、こう出す、名古屋文化ですけどね、年に1回のね、お祭りとかになってくるとね、もう、ゴリッゴリに行くっていうね、傾向があるというのはね、知ってたんですけど、とはいえ、これはすごいなと。1本4210円、税抜きでも3900円。えぐい、過去最高額ですよね。これ超えてくるやついるのかな?1本4000円ですよ。だってお寿司屋さんで食えちゃうもんね。まあでもこんだけマグロ乗ってたら知らないと思う。しかも、本マグロの牛トロこんなのするやつありますっていうことで。南マグロの赤身に大葉に白ごまきゅうりということで、もうザ・マグロですよね。マグロ好き。マグロのためならどんなに金使ってっていいぜっていうやつはね、もう、お金に余裕ある方は、ぜひ、この、もうラグジュアリー楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。で、下が具材混じってないですからね、マグロの中身と、中トロと赤身と、で、キュウリが入ってるぐらいなんで、大葉とキュウリが入ってるぐらいなんで、そんなね、いろいろ混ぜすぎてぐちゃっていうことはないと思うけど、こっちはちょっとその懸念があるんですよね。こんだけいろいろ混じってると、いろいろ混じんねえかなっていうね、ところがあるんでね、アナゴ大丈夫、味残ってる、ここの周りに含まれてるっていう心配はありますけど、まあでも合成は合成ということで、もう合成が大事ってことでございますね。っていうようなラインナップでしたということで。で、これさらにちょっと気になったのは、アプタユニープユーザーに出してるんですけど、カニ身は出さないのかなと思って。ほんとにカニ身で出すのかなと思ったんですけど、わかんないですよね。あくまでも、サービスカウンターで、アプター扱いでやってるんですよ。どっちなんだろう、カネミはカネミで独自で出すのがちょっとわからないんで、そこはちょっと保留します。これ水産でやってる可能性が高いんですよ。この辺りとかの持ってき方とかがね、その1号館の時にも言いましたけど、水産の持ってき方なんですよね。だから、まあもしかしたらカネミは予約をあまり行かずにっていうことなのかな、ちょっとわかりません。そのあたりも続報入り次第また、このシリーズでお届けできればと思います。で、価格のデータで見ていきましょう。ドンと出してみると、まあ、ぶっ飛んでますね。あ、ちなみに、こっちのやつはね、ちょっと、この下の2つに関しては、長さも何も書いてないので、まあ、正直、全然わかんないです。もうね、すいません、わかりません。多分、つかね、これ15センチあるのかな18センチこれあったら相当めくいぞと思うんで。どうなんだろうな、わかんないですね。書いてないんでね。うん。そのあたりもちょっと情報仕入れたらまたどっかで言います。
で、いうことで、こういうラインナップ。まあ、パッと見てみたら、ですから、さっきまでは直径でやってましたけど、今回から、チェーンの高さがね、見ていかないといけない。9と、ね、7.5 とか、いうことで、もう、この勝負ごとも、ちょっとね、あまりに太すぎる、ちょっと規格外でして、方巻きとしては、ここで十分バカですね。かなりたわけもんですよ、これ。ちょっとね、気になりになったところなんですけどね。ちょっと、もはや2160円って言うと、うちの今月の食費オーバーしてるからな。もう、今月の食費をすべてかき集めてもこんなに買えないんで、ああ、しまったなって、もうちょっと正月残しておけばよかったっていう感じなんですけど。で、あとは、チーズシーハーフガイとかが、これが一番ちっちゃいやつで用意しちゃって、10センチですもんね。で、南アグリのとか、この辺りがさーっと入っておくってことなんで、恵方巻き、売りたいもの、どれが、フラグシップはわかるんですね。ここで、完全に高級のところでフラグシップはこれなんですけど、一番メインで数入れたがいいのは、どこなんだろう。ここをやっぱ、数入れたいのかな。南アグリの海鮮上恵方巻きの1500円とかを、リーチャブル特急、で、持ってて、ここを売りたいっていう感じなのかな？どうなんでしょうね。いや、でも、わざわざこの2つバカラインナップしてるんで、本当にこれでいこうとしてるのか？どうなんだと。多分この2つに集まって、恵方巻きは、まあ、そりゃね、昔ながらのね、やつは、恵方巻きかもしれんけど、それではね、たわけ、たわけやっていうね、感じがしますよね。どんなんだ。まあ、もともとね、うちの記憶ではね、この恵方巻きって伝統ある文化と言われてますけど、節分って豆巻きしかしてなかったと思うんですよ。やってて三重県の伊賀地方までなんですよ。伊賀地方と滋賀県までで、多分、岐阜と三重の伊勢から東側、ですから名古屋とかこっちの方は、もともとそんな恵方巻きを食べるって僕はなかったと思うんですよね。なんかここ20年とか10年ぐらいの話だと思うんですよ。ずっとこうやって本格的にやるんですけど、20年前にはやってたか、20年前にはやってたな。ですから30年前っていうと、30年前にそんなに恵方巻きっていう風に売っとった記憶ないし、豆を食って、投げて食った記憶ありますけど、寿司をね、黙って食うということをやった記憶がないんでね、そういう感じじゃないかなと思うんです。ですので、こういったところのね、名古屋から始まってね、ホテルやつだったらね、すっげえ伝統を守った感じでね、行くんですけどね、こういったところがあれですよね、名古屋っぽい感じじゃないですもんね、どっちかというとこういうの大阪とかそういう感じのね、あれですもんね。まあ、というか確か大阪でしたもんね、ということでございますね。で、パッと見てみます。で、いうことで、ちょっと一応水産かなってことで、水産の方に入れてみました。ちょっと大きくしますね。っていうふうに見てみると、パッとね、やっぱ価格見てみると、もう、やっぱ最高額ちょっと、レベチですね。4212円。恵方巻きは、の価格も、こうやって見てみると、マルチューさんよりは安いのかというふうな方です。これは、要は、18センチサイズ、サイズが大きいっていうのもね、しっかりと工場に入れると、まあ、結構、サイズと照らし合わせてみると、結局順当年齢になってきてるのかなって感じがしますね。で、最低価格は756円。実はこの恵方巻きを最低価格に設定してるというので、まあ、この辺りも、マルチューさんと同じような感じになってるんで、水産っぽいっすよね。この辺りの設定の仕方は、っていうような見方をしてます。アイテム数は7。で、セット販売のミットは、ミンのやつのワンセットのみということなんで、で、31日まで予約価格でやってますという形でございますね。で、とって感じでございます。このユニーさんも本当にこのカチラシだけなのか、金見田ベッド惣菜系の、例えばヒレカツの、あそこもまあ、もともとカツの中巻き、カツのね、中巻きが通常の定番のラインナップであるんですよ。とかがあるんで、それを太巻きがしてくるのが、あ、でも確かに太巻きあるあるある、金も持ってるから、カツではないけど、会社の太巻きありますもんね。ですから、金目は金目で作ってくるのか、ちょっとそのあたりも、現地行ってみたけど、特に金目のところになんか出てるわけじゃなかったんで、どうなんだろうな、ちょっと、
わかりません。ベルムとかですね。なかなか今、まだ、もちもちとね、これからはね、ネットアサイトからもうちょっと増えてくると思いますよ。いろいろと、データチェックしながらやっていきたいと思いますので、今後ね、またこのシリーズをお楽しみいただければと思います。一応毎日投稿になってるのかな。投稿、ネタの準備と、撮影がちゃんとできれば、毎日投稿になんとか紹介して、一点でもね、多くの紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上で、終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。